こんにちは今回ご紹介するのはこちらの「総理の夫」という小説になります。こちらはビジネス小説とも言っていいかなと思いますので、えー、ビジネスマン、えー、お仕事をしている方や、えー、小説をただ楽しみたい方どちらの方にとっても、えー、とても楽しめる一冊だと思いますのでぜひ読んでみてください。このタイトルの通りのりに「総理の夫」ということから想像がつくかもしれませんが、えー、主人公は、えー、実はこの時代に、まあ、未来という形に日本の未来ということになっているんですが、えー、日本初の 女性総理大臣そして最年少総理大臣というものが誕生したという設定になっていましてその夫ファーストレディならぬファーストジェントルマンこの総理の夫が主人公で、えー、その総理の、まあ、奥さんですねのこの日々を日記に書き綴るというような形式で進んでいまして、えー、ひとても面白いそしてやる気の出るような何か自分でもできるんじゃないかなと感じる、えー、とても面白い小説でした。そしてもう一つ面白いののはこの解説にですね えー、安倍昭恵さん、まあ、今この動画を撮ってる時にはまさに、えー、ファーストレディー総理の妻ということなんですがの後書きなんかも、えー、読み比べるととても面白い一冊だと思います。すす読んででみてください。おすすめです。